待て魔獣。はあ。どういうことだ。この魔獣もファニーエッグを持ち去ろうとしていたぞ。食べられもしないおもちゃの卵をどうして魔獣が。本物の卵と勘違いしてんのかな。それかなんか楽しそうな色してるからつい集めちまうとか。リュカジ、後ろ後ろ。おっと危ねえ。てあー、せっかく集めたエッグが取られちゃったの。もう何やってるのよバカに。本当に何をやっているんだか。相変わらず迂闊だな、リュカ。子供の頃から少しも成長していない。シャスト？お前もエッグハントに参加してたのか？ああ、それと俺の他に。チッ、傷が浅かったか。魔獣がエッグを持って逃げるぞ。リュカもシャストもまだまだだね。木の上から失礼するよ。いや。やった。ふう、またつまらぬものを射抜いちまったぜ。ラらのアモかよ。どうしてまた。リュカ、君にスカウトを断られた時、僕は分かったって言ったよね。あれ嘘だから。口説き方を変えよって手を引いたふりしただけ。なんだって。本当は二人を諦めたくない。だから優勝してお願いするんだ。リュカとシーリスが僕の部下になりますようにってね。私たちがララノアさんの部下に。二人とも僕の部下になった暁にはあの手この手でもてなしてあげるよ。それじゃあ。やばいぞ。ララノアが優勝したら俺たち正常を出てあいつの集落に。安心しろ、彼女に優勝は渡さない。優勝するのは俺だ。シャストは優勝したら誰に何を願うんだ。俺は他種族との交流を避ける掟を定め、森の民全員に遵守させる。どうしてだよシャスト。今後君みたいな型破りのせいで無用な混乱が起きるのを避けるためさ。ふざけんなよ。フォレスティアのためには他種族との交流も大事だろ。必要ない。俺たちには豊富な森の資源と、それに対する膨大な知識があるからな。まあ、せいぜい頑張れ。だあ！あいつここまで分からず屋じゃなかっただろ。ダラノアさんにシャストさん、なんか大変になってきちゃったね。しかも魔獣がエッグを奪い回ってる。気を引き締めてかからないと。ああ、あいつらに負けてられねえぜ。行くぞ。見つけた。そこのエッグは俺のものだ。ぬごわ。何よこれ。地面がぬかるんで動けない。地下の水が染み出たせいで地面が底なし沼みてえになってんのか。こいつはやばいな。そんなの右足が沈む前に左足を出せば問題ないさ。こんな風にね。それすっごい。泥の上を跳ねるみたいに。さすが次の族長。誰もできないことをやってのけ。
それが僕だぜ。俺だってそんくらい。よっと、げズブズブ沈む。ああ、リュウカー、やった、見つけた、ファニーエッグ。だけど、そばに蜂の巣が。君たちはそこで立ち往生か。それなら、俺が取らせてもらうぞ。シャスト、近づいたら危険だぞ。って、蜂がシャストを避けてる。虫除けの効果があるアロマを焚いて香りを身にまとっているんだ。虫は嗅覚が鋭いからな。これくらいの用意当然だろう。君は相変わらず爪が甘いな。何を、そんなものなくたってこれくらい。おりゃで、うわー、ちょっとバカに、あっち連れてこっちに来ないで。なかなかエッグが集まらないな。ユカ兄が無鉄砲に突っ込むからよ。あいつらが相手だからつい向きになっちまったぜ。だけどどうする、この辺りのエッグはもう取り尽くされたみたいだ。森の奥はまだ手つかずなはずだ。あいつらより先に奥へ行ければ。姫、向こうからだ。背中を見せちゃダメだ。誰ですか。あ、いえ、それよりも早く逃げないと。いいからじっとしてろ。クマから目をそらすなよ。行っちゃった。クマは逃げると追いかけるんだ。こういう時は興奮させずに立ち去るのを待つもんだぜ。そうなんですか。今度から気をつけます。ところであんた迷子か。もしかして友達とはぐれたとか。うん、フルルは迷子じゃありません。アーティストです。常に迷わず一人芸術を追い求める存在なんです。つまり友達とはぐれた迷子なんてフルルにはありえないんです。アーティストですから。おう、よくわからねえけど悪かったぜフルル。思い出した、確かこの子集落でエッグハントの申し込みをしてた子だ。ってことは俺たちのライバルってわけか。でもクマに会ったときどうするかって森を歩くときの基本だよね。もしかしてフルルちゃん森に慣れてないんじゃ。フルルはアーティストですから、そういうのは専門外っていうか。もしかして絵に夢中になりすぎてあんま友達と森で遊ばなかったとか。いいんです、それでもアーティストですから。でも森は魔獣がうろついて危ないよ。フルルちゃんは集落に戻った方が。絶対に嫌です。フルルには夢がありますから。夢って、フォレスティアのアートをコラボさせた新しいアートを作るんです。ヒューマンとフォレスティアの芸術コラボ。はい、そ
そのためにはヒューマンの町で勉強する必要があります。でも大人たちは石頭です。フルルを集落の外に出してくれません。だからエッグハントで優勝して外出許可をもらうんです。絶対に。この子まっすぐだね。この周りに何言われようが気にしない感じ、まるで。フルル、お前の夢最高だな。どうして笑うんだよ。種族を超えた芸術コラボ、面白そうじゃねえか。そう言われたの初めてです。いつも鼻で笑われてましたから。二人とも気が合うみたいだね。やっぱり似た者同士だよね、ユカ兄とフルルちゃん。なあフルル、エッグハント中は俺たちと一緒に行動しねえか。いいんですか。そしたらいっぱいアートの話しましょう。リュカに行ったらフルルちゃんがライバルだって忘れてるわね。リュカらしいや。でも魔獣がうろつく森に彼女を一人にはできないしね。フルルちゃんも連れて森の奥への近道を探しましょう。近道ならわかるかも。フルルの集落、この森の近くなんです。ママから森の話を聞かされてて、それを地図にしたんですよ。ほら。へえ、話を聞いただけでこれだけ細かい地図を起こしたのか、すごいな。地図もアートですから、お話からイマジンして描くんです。フルルたちがどこにいてどこに進めば近道か、これで一目瞭然ですよ。そいつは頼もしいぜ。フルル、道案内を頼んでもいいか。もちろんです。フルルについてきてください。どれくらいやっ